これから心と体を休めて、ハートに寄り添う静かな時間を過ごしていきます。背筋をまっすぐに伸ばして、リラックスできる姿勢を作りましょう。準備ができたら、優しく目を閉じて、一度鼻から大きく息を吸って、口からゆっくりと吐きます。自然な呼吸に戻します。では眉間の中心に意識を向けます。さらに眉間の奥、おでこの内側に意識を向けて、その場所をぼんやりと眺めながら、ゆったりとした呼吸を続けます。意識を眉間から溝落ちまでゆっくりと下ろします。呼吸のたびに上下するお腹を感じましょう。意識を溝落ちから足の裏へと受けてゆきます。そこからさらに30センチほど下方に意識を下ろします。そこにはあなたがこの地上で真の自分を生きるための助けとなる土台がしっかりと根を張るように存在しています。大地の色に輝くエネルギーをイメージしながら、母なる地球のハートにつながることを意図してゆきましょう。足の裏から大地のエネルギーを吸い込みます。息を吐くとき、役目を終えた古いエネルギーが体の外へ送られ、
球の愛によって浄化されてゆきます。優しく愛情深いエネルギーを感じましょう。あなたは今ここで母なる地球にしっかりと支えられています。ハートを開いて自分の人生を生きることに目覚めてゆきましょう。では、指先、足先を優しく動かして、目覚めの準備を始めます。準備ができたら、ゆっくりと目を開けてください。これで誘導瞑想は終わります。ありがとうございました。